ザクセン・シュピーゲルは中世ドイツで広く用いられた宝書である。アイケフォン・レプ号1385年の写本ザクセンの騎士アイケフォン・レプ号によって1225年にまとめられた。当初はラテン語で記されていたがファルケン・ハク・ホーヤーの要請によってドイツ語に書き改められた。なお、本書は定置ドイツ語で書かれた最初の三文文書である。本書の題名。 ザクセンシュピーゲルは、ザクセンの鏡という意味である。ザクセン法官と訳されることもある。本書は4つの序文トラント法、法権法の2部からなる本文によって構成される。レプ号は、当時各所で発生していた法的問題の解決のために、それまで口頭で伝承されていた、監修法を文書化した。彼は本書を、ザクセン法に則っ,って記述しようとしたが、実際は、 彼の生まれ故郷であるオストファーレンの方であるとされている。本書は法典とは異なり、詩人の編纂による法記録でしかないが、中世以降のドイツ法に多大な影響をもたらした。14世紀にはザクセンの裁判所で法典と同様に扱われ、本書をもとに編纂された普通ザクセン法は、ザクセンではザクセン民法典の作られる1863年まで、 プロイセンでは1794年のプロイセン一般ラント法まで、ンゲンなど一部の地域では1900年のドイツ民法典の成立まで効力を持っていた。また、各国語にも翻訳され、ドイツ国外においてもオランダ、デンマーク、ポーランド、ウクライナなどでも使用された。ボルフガンク・ハルトング、中世の旅芸人記述士、詩人、学士法政大学出版局、 2006年、P187 愛家本レプ号著、久保正畑岡分け、作戦主 P ゲルラント法総文社、1977年、P23 尾形イサムホ編、歴史学辞典第9巻法と、秩序公文道、2003年序文178行から183行作戦の、鏡とこの書物は名付けられるべきである。けどし、作戦法がこれにより、明らかに知れること。 あたかも鏡によって夫人たちがその看板性を見るようであるから。デプ号 P384 デプ号 P385 ありがとうございます。